どうしましょう陛下、震えが止まりません。落ち着けってアイーシャ。戦場での頼もしさはどこへ行ったんだ。戦場では誰にも負けない自信があります。ですがこういう華やかな場所では自信が持てません。そうか、健康的でいいと思うけどな。うん、アイーシャは綺麗だよ。そうですか。お願いします。そのためならこの身、この命、いかようにもお使いください。じゃあ早速頼みがあるんだけど。はっ、討議でございますか。なんでそうなる。今この身を捧げると誓ったばかりなので。そうな。陛下、私の学生姿はどうですか。あんま似合ってない。なんでですか。なんていうか、俺の中のダークエルフのイメージにそぐわないっていうか。ダークエルフのイメージとは何ですか。もっと露出が多い方がいいんですか。生まれたままの姿がいいですか。待って待って、そうじゃない。もしや、身も心も捧げている私が一向に夜伽に呼ばれぬのはこのクイージのせい。なんで話がそこに飛ぶんだよ。アイーシャ、よかったらこれを。ああ、陛下、お土産をいただけるなんて恐悦至極です。おお、よかったですね、アイーシャさん。はい、ジュナ殿、このリップで女を磨いてみせます。そしていつまでも陛下のそばに置いていただけるよう頑張ります。